この蝶々のねキラキラのビーズ刺繍のクラゲバージョンを今からこんな感じで もくもく切って、縫い付けていきます。オーガンジーっていうこの半透明の布があるんですけど、これを長細く切ったこんなんもつけるとね、綺麗になると思うんですよ。クラゲっぽくなると思います。こうね、クシュクシュって最後にここにこうやってぶらつけたら、ほらクラゲっぽくなると思うんですよ。これとこれで挟む感じで、こうやって、ね、こうもくもく刺したいんで、こうこう通したビーズをこうやって縫い合わせていきます。難しい、もくもくさせる。はい、こんな感じ。これここに入れる無理やったな。これここにする、スパンコール入れようか。めっちゃでっかいスパンコールあるんですけど、でっかいスパンコールとちっちゃいの重ねようか。重ねたら可愛いかもしれない。ビーズ落とします。この音に先を止めて、先こうやってね、先止めてからで、ところどころ縫い付けて止める。ここからどうしていくかやけど、この間も埋めていこうか。先透明のこの棒をこうやってちょっと、あ、でもこうキラーンとしたら見えません。パールも入れたら可愛いね。こう真ん中に入れようかな。ビーズだから 3粒ずつ通して、真ん中にパールで、真ん中パールにしたら可愛いかも。3粒ずつ
パール真ん中。めっちゃ綺麗。縦ライン目だ。この真っ白いのか縦に。こうやってまあ何でもいいですけどね。1時間半ぐらいでできたかな、これ2時間かかったかな。でこれ並々に塗ってひらひらをでここに縫い付けます。ほら、これも入れようか。これも一緒に塗りつけようか。こうやってこもうクラゲっぽい。ほら、もういい感じじゃないです。ほら、もうすでにクラゲっぽい。で、このこれを縫い付けます。見つけようか。いった。指に刺した。この辺から、このこういうので長くしていって来年これも入れようか。これねキラッキラのでっかいの。
これぐらいはいるかな、これぐらい長いのは。でこの最後をどう、なんかビーズ通してこういくか、こう、ちょっとぐるぐる通して。玉結びに対したいか、これがいいか、こんな感じで玉結びみたいな、くるなんかくるくる通しました。これをほら何本も、10本ぐらいいるかな、10本もいらんかな、まああの、あの何ですかね、あればあるほど可愛いと思うんで、これもう可愛いですもんね。完成、クラゲ、クラゲビーズブローチ。完成しました。これと、これは前昔作ったやつです。これ今日のお昼作った惑星のキラキラブローチで、でこれが今作ったやつ。え、めっちゃ綺麗くないか、クラゲやばいな、キラキラ。今日作ったブローチ、ブローチこのピンついてるね、分サイズぐらいの小さめの水槽に、こうやって水槽じゃ、額縁にこうやって水槽っぽくブルーかなんか、ブルーの布貼ろうか、ブルーの布、これこれ貼るとか、オーガンジー、これをこうやったらいいんじゃない、これで水槽っぽくなりそう。ほらこうやったら綺麗じゃない、